畑にいるノブさんの写真を公開。さらになぜかその2週間後には全く同じ写真の引きを投稿しました。あまりの適当さに関係者からはインスタグラムをおざなりにしすぎていると批判の声が上がっています。ないわそんな声。これはいいボケ。続いてのニュースです。久々の劇場の出番に千鳥大悟さんがテンパった模様です。7月19日緊急事態宣言が解け久しぶりに劇場の出番を迎えた千鳥大悟さん、あまりに久しぶりすぎて空き時間に自分何食べてたっけとわからなくなってしまい軽くパニックになってしまったということです。何これ。なお悩みに悩み抜いた結果その日食べたのはオムライスだったということです。何以上ニュースをお伝えしました。芝居だろうかなこいつ。ユーチューバーなめ腐っとんのかしら。